本日はウェブクーの福本おさるさんを迎えしての、ゆうゆうニュースでございます。後半戦に移ります。そうですか。そしてこの、はい、今ね、はい、風の噂前半戦の最後の方でお話を伺いましたが、はい、そう、いろんな地名、はい、そうですね、ご紹介ください。はい、はい、北は北海道の、うん、運河の小樽、はい、ポロですね、はい、それから秋田県の能代、うん、船川、うん、本庄港って歌は歌ってるんですけども、はい、本来は本庄港みたいなんですけども。あ、そうですか。港というですね。はい、そうですね、はいはい、港って歌うんですけども、はいはい、あとそれから風の噂で港横浜に来て、うん、戻ってきた、はい、うん、馬車道通りって形で締めくくるような歌の流れなんですけども、結局は別れちゃうんですよ。別れちゃうね、悲しいんだけどね、はい、悲しいですけど、ね、でもあんまりハッピーエンドだと歌ってない、はい、変化は ね、 ね、やっぱりね、切なさを歌わなきゃいけないから、はい、そうですね、そうですか。じゃあ、まあ、いろんなところにご当地 の、 あの地名も入られたりして、はい、それで探し回ったりしてっていうことなんだ、はい、そうですね。あ、そうですか、はい、まあ、とにかくね、はい、あの恋をするといろんなところで、はい、あの忘れられないんですよね、そうですよね、自分の心の中で、中で、の中でどうしてるのかなとか、うん、そういう流れ で、 あの風の噂を聞きながら、うん、あ、向こうへ引っ越しましたとか、うん、そういう形で多分追いかけてると思うんですけれども、うん、はい、そうなんだ、実話ではありません。架空の歌、そして、はい、このジャケットの写真素敵、はい、そうですか、ありがとうございます、うん、なんかとても遠くを見た目がね、はい、涼しげで、はい、怪しげで、そうですね、切なさがすっきり、はい、あのなんか気持ちいいお写真、はい、はい、あ、これはいい写真ですよ。まあ、その本人そのものですが、はい、ね、そうなんですよね、そうなんですよね、はい、なかなかシャープな男なんですよね、はい、この白長に沿ったような、うん、まあ、ワンショットなんですけど、とてもね、よく撮ってると思います、うん、ああ、とっても素敵です、はい、風の噂、ぜひご期待いただきたいと思いますね、はい、そしてカップリング、はい、はい、どうぞご紹介ください。マサルのふくふく音頭です。これは面白い、はい、マサルの、はい、福本マサルさん、はい、マサルのふくふく音頭、はい、ふくふくって何、ふくが来るの、そうですね、はい、はい、例えばどんなワンフレーズ、いろんなのがあって、うん、みんなで幸せを呼び込むような、うん、そういう流れの歌なんですけれども、うん、はい、で、そうですね、多分宴会とかそういうところで歌うような、うん、スタイルの歌になってます、うん、はい、これもいいですね、どんちゃん騒ぎできるような、ああ、そうなの、はい、一押しいただけませんかね、頭のところだけでも、はい、いいところだけでもいいです、最後でミュージック、はい、はい、服が一つのふくふく音頭、こんな感じで、はい、ただね、無償しちゃいました、すみません、はい、そうなの、そしてやっぱりあの、はい、なんかあのちょっと元気じゃなくなっちゃった日本のこの列島、はい、日本列島、はい、で、はい、明るい歌を求めてらっしゃる皆さんも多いのでね、そうですね、これ、はい、カップリングにはなってはいますが、はい、あのこういう歌を少し皆さん歌って、はい、元気いっぱい和気あいあい、そうですね、やっていったらいいですね、はい、でどちらとかと言ったら、はい、温度ものとこっちってどっちをお得意ですか、はい、お好きですかって言ったら、まあ、僕はなんとなくこう落ち着いた風の歌が割と好きなんですけども、うん、じっくり歌い込むさすらい男で行きたいんだ、はい、そうですね。はい、まあ、ちょっと、はい、あの気取ったところがお似合いだから、はい、とてもこの写真もそうですけどね、はい、とってもお似合いだから、はい、あのぴったりするかもしれませんけど、はい、風の噂、はい、このそのさすらい男が歌う福音度がまた面白いですよ、ギャップがあって、そうギャップがありすぎて、ね、うん、この時はどうするの、お衣装は、はい、まあ、浴衣みたいなのを着て流すの、はい、あ、そう、やってこう歌ってみたいなって思ってますけれども、うんうん、いいかもしれない、はい、そしたらまだまだこのなんていうかな、皆さんに浸透していくのは4月25日で、今ね、はい、YouTube でお話しさせていただいていますが、はい、出たばっかりだから、はい、なかなかこれからまたいろんなところで宴会呼んでいただいて、はい、歌わせていただきたいね、そうですね、悲しいことばっかりしかないこの人生です、はい、頑張っていきます、うん、はい、そんな方にはぜひぜひおすすめが、はい、マサルのふくふく音頭、はい、そして、恋しい女性、はい、もう一度会いたい
はい、風の噂です、ね、あなたを忘れられないこういう思いをお持ちの方は、はい、風の噂、はい、何でもこの一つの CD で全てが叶いますね、はい、そうですね。さあそれでは今年は頑張って歌ってくださるそうですが、はい、さあこれからですね今年はこの楽曲で頑張っていただくんですが、はいはい、歌の道として今どうですか。今ちょっといいか元気ないんですが、いやもう僕は元気に歌ってますそれで、うん、どんどんどん根付いてくると思いますよ。それ神奈川に今お住まい、はい、あの横浜の江南区に、はい、そうですね、お住まいの場所はどうですか、はい、あの横浜は、まあ、清水節子さんとか有名な歌手さんいらっしゃるので、はいはい、あの洒落てますよね町としては。そうですね、あの港未来地区とかはもう本当におしゃれですよね、うん、おしゃれ、はい、夜景なの夜はすごいです、はい、でお生まれはどちらなんですか。あ生まれ僕は岩手県の久慈市生まれなんですよ、はい、いろいろ岩手もいろんなね、はい、瓦礫で大変だった時期も終わりになったと思いますが、はい、じゃあ岩手の方も頑張れ東北ということで、そうですね、ご支援してる、やってます。やっぱりね、はい、岩手歌い手さん多いですよね。岩手県あ多いですよね。多いですよね、はい、そうですか、はい、じゃあご地元の皆様にも、はい、その歌い手さんとしてできること、はい、頑張れ頑張れって言って歌って元気に行こうよっていうことのお声かけもしていただいてるんだ。はい、はい、そうです、はい、ああそうか、頑張ってください。皆さんの空腹温度なんか持ってったら喜んでくださるかもしれない、ね、そうですね、はい、そうですか、はい、たまには岩手に行かれる。大体年に2回ぐらいはまあ実家もあるので、うん、はい、行くようにしてますけれども。そうですか、はい、私は、ね、この間岩手県人会の司会させていただいたんだけど、はい、岩手の方もねすごくで、はい、情熱的な人多い。そうですね、はい、うん、歌も好きだし、ね、はい、とにかくあの岩手県というと福田光栄さんがね、はい、最近特にね、そうです、はい、ね、はい、頑張ってらっしゃるので、はい、また支援の方もね一生懸命やってってくださるので、はい、じゃあ後に続け、はい、頑張って、はい、さあそれではウェブクーの久本雅治さんは今年の新曲は風の噂、そしてカップリングは勝のふくふく温度で頑張りますので、ね、皆さん内緒からお一つにお伺いいただければと思います、はい、また練馬のステージでお会いすると思いますが、はいすね、頑張ってください。よろしくお願いします、はい、どうも今日はご清聴いただきましてありがとうございます。頑張ります。私も本勝よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。風にひとひらこぼれた噂、それが手がかり訪ねてきたよ。どこか影ある寂しい笑顔、今もこの胸揺らすやつ泣いていないか、凍えてないか、雪の札幌運河の小樽。ウェブクーの福本雅治です。風の噂4月25日発売になります。よろしくお願いします。